どうも、哲学徒です。今回は、祝福の土をね、メインに使う、パラディン、ハンマーディンで、無事ね、ヘルをクリアできましたので、その時のね、装備とか、スキルとか、ステータスをね、ご紹介しながら、まあ特にね、これからヘルを攻略する方に、まあこういうところ、大変だったよみたいなことをシェアできればなと思いますので、よろしくお願いします。まずですね、キャラクターの能力値なんですけど、基本的には、筋力の部分は、まあ自分のね、装備できる、装備したいアイテムに合わせて決めていくって感じで、敏捷性は一応、素でね、100振ってある状態ですね。で、生命力が、最終的に270まで振っていて、エナジーは、何も振ってない状態ですね。で、装備なんですけど、まあ装備ね、本当に、他のキャラクターで結構集めてたんで、まあ比較的揃ってはいるんですけど、まああんまりね、ここら辺はこだわらなくてもいいかなと思うんですけど、まあスキルブーストはね、なるべく盛りたいなって感じですね。手の方はね、一応ドラキュラの掌握が一応出たんで、つけたんですけど、ハンマーディの場合は、他のもので全然構いません。物理系スキルほとんど使わないので、いいかなと思います。で、手の方はね、神木の心ですね。で、こちらオールスキル、神木の心かながつくのと、あとで全体性プラス30つくんで、まあここも大きいかなと思いますね。で、あとね、一番大きいのが、スキル発動速度がね、プラス 40% されるんですけど、結構ね、この祝福の土、最初はね、かなり発動が遅いので、ゼロの状態だと、15フレームなんですけど、9モルと、14フレームって感じでどんどん上がっていくんですけど、スキル発動速度今ね、全体で、76まで持ってる状態なんですけど、これでね、だいたい10フレーム。で、9フレームにするには125までもらわなきゃいけないんで、結構ね、装備品揃は厳選しないとちょっときついかなっていう感じですね。ただまあ10フレームまでいけばだいたいヘルの最後まで問題ない発動速度にはなるかなっていう感じですね。なので75以上を目指すといいかなと思います。で、まず神木の心で40スキル発動速度を持って、で、あと頭の方はね、結局伝承の全スキルプラス1のものでいきました。で、鎧の方は、エニグマ発動してるやつなんですけど、まあ、ここはね、全スキルプラス2とか、スキがついてる他の鎧でもいいし、あとね、結構、ハンマーディンは、耐性大事なんで、耐性をつけてる、耐性65がつくね、ルーンワードとかもご紹介してるんで、そっちの方がもしかすると、トータルダメージ出しやすいかなっていう感じはしますね。で、あと、縦の方が、精霊を発動させたパラディン用のシールドですね。で、これ下の方にね、耐性ついてるんですけど、ここの耐性の値やっぱり高い方がいいので、なるべくいい、4素系のもの、パラディン専用盾が出れば、そちらの方がいいかなと思いますね。まあ、モナークとかじゃなくて、パラディン専用盾の方がパラディンはいいかなと思います。で、足はゴアライダーですね。まあ、ちょっとこれ物理系のビルドじゃないんで、物理系が必要はないんですけど、ちょっと他のね、ビルドと併用してるので、今ね、ちょっとこう物理系の足と、手袋になっておりますけど、ここら辺はね、自由に選択できるかなと思います。とにかくね、やっぱフレーム数稼がなきゃいけないんで、指輪の方もね、片方はキャリオンウィンドにして、で、ベルトは大したのつけてないかな。ベルトはもう本当に、まあ耐性乗ればいいかなぐらいですけど、つけてるって感じですね。で、もう一つの方のリングにスキル発動プラス10つけてるんで、基本的にまあ神木の心と、あとまあ、精霊の方でつけて、足りないところをちょっとこうリングとかで賄っていくって感じかなと思います。で、アミュレットはですね、まあギャンブルでね、このセラフの賛美歌ってやつ、全スキルがプラス2されて、防御オーラの方がプラス1されるってやつがあるので、まあこれをね、つけてやってました。なので、全体的に、
スキルプラス10ぐらいでやったんですけど、あんまりね、スキルブートしてなくてもいけるかなっていうところはありましたね。一応、ゴフはね、耐性系のゴフを、持っていったんですけど、まあ、ここら辺もね、どうかなってことですね。戦闘スキル向上プラス1を一応取ってます。で、あと、霊気耐性とか。まあ、一マスでね、耐性が漏れるものっていうのは結構他のキャラにも、流用が効くんで、まあ、そういうゴフが出たらなるべく取っといて、兵力攻略するときの耐性を盛るのに使うのがいいかなと思います。でね、この状態だと素だと、ちょっとね、火炎霊気あたりがすごくね、耐性が低い状態になっちゃうんで、まあ、ちょっとそこはね、スキルで補ったところあるんですけど、スキルに関しては、まあ、ちょっとまず取ったもの順でいくと、今回は、まあ、フォーリーハーファイヤー振って、聖なる一撃振って、で、まあ、今回のメインスキルである祝福の土、こちらにま、20本でインと振ってるんですけど、ここにね、シナジーの効く典型の狙いと、血気を、次にレベル20にしていくっていう感じで、ありました。で、一応ね、最終的な防御スキルになる、こちらの聖なる盾、ホーリーシールドの方に、まあ、ポイントを最後余ったものを振り込んでいってるっていう感じですね。で、なんですけど、結構ね、最初は結構きつくて、まあ、この通りに、できなくて、勇気を振った後、こちらの、聖なる炎ですね。このスキルが結構序盤強くて、聖なる炎の方に結構ポイントを振っていって、ノーマルの方はね、クリアしたんで、ノーマルクリアした後、この、ルートに入ったって感じかなと思います。なんでかというと、やっぱりどうしても、ハンマーのね、覚えるレベルっていうのが、レベル18かなまで覚えられないんで、そこまでレベル上げるのが結構大変なんで、まずは、ま、振り直し前提で、聖なる炎の方に振ってったって感じですね。で、ハンマー振り終わったら、次に、こちらの、典型の狙いかな？ちょっとすいません。コントローラー調子があんま良くなくて。典型の狙いと、血気の方ですね。血気の方に、ポイントを振っていくって感じですね。血気もまあレベル20まで振れれば、結構いいんじゃないかなっていう感じがしますね。血気と、あと、の典型の狙いの方に、20ずつ振っていくっていう感じですかね。で、最後、精神統一っていうスキル。これがね、かなり、攻撃力爆上げしてくれるんで、まあ、こっちに振っていって、まあ、ダメージの方も、まあ、7000から7500とかになってますけど、まあ、実際はね、ここ本当1万近くまで行くので、振っていくといいかなと思います。ただですね、結構減る後半ですね、まあ、特にアクト3、アクト4あたりから、まあ、かなり凶悪な攻撃してくる敵がいて、耐性がね、私はどうも装備の方で漏れなかったんで、きつかったんですけど、まあ、そこをね、補うために一応この救済に1ポイント振ってるんですけど、まあ、このスキルあるとね、全体性、まあ、今、ブースト込みで101、してくれるんで、まあ、まあ、耐性が足りなくて、遠距離系のね、いやらしい攻撃してくる敵。特にまあ、ハーピーとかね、ハンマーが当てづらい敵なんかは戦いにくいので、そういう時は、こちらの、スキル、救済の方を発動させると、耐性がね、マックス、ほぼマックスの状態になりますんで、これで戦っていくっていう感じでしたかね。ただまあ、おそらくね、ハンマーディン、まあ本来の、火力を出すには、装備でなるべく、耐性を持って、で、その上で、本体で戦っていくっていう戦い方がいいんじゃないかなと思いますんで、まあ耐性がね、なるべくマックス値に近い値、装備で漏れてれば、こっちのね、
精神統一の方のオーラで戦った方が火力がね、3倍近く出ますんで、いいんじゃないかなっていう気がしますね。で、あとですね、裏装備なんですけど、裏の装備として、一応ですね、こちらの、前に、ルーンワードの紹介でご紹介した召集の、ルーンワードが発動している、片手持ちの斧ですね。こちらを発動させてます。で、これつけるとね、バトルオーダーと、戦闘式とかでね、ライフがまあ今爆発的に上がって1800ぐらいまで上がってる状態にできるんで、この状態にしてからまあ常に、戦いに行くっていう感じにすると、まあこれ時間制限あるんで、まあ2、3分かなかけたら、もう一回付け直す必要あるんですけど、その間ね、とにかくマナが爆上がりするので、いいかなと思います。で、傭兵の方なんですけど、傭兵は一応ね、インサイトの発動したポールアームですね。を、洞察の発動したポールアームをつけて、マナが回復するようにしてるっていう感じですね。で、威圧と、あと、まあ、盗賊の、砲丸ですね。これで、まあ、ライフ吸収が、まあ、ライフ吸収がね、どっかでついてた方が傭兵しにくくなっていいんじゃないかなと思いますね。で、まあ、基本的にですね、傭兵なんですけど、まあ、スキー、どのね、スキーにするかっていろいろあると思うんですけど、私は不行不屈がついてる防御、オーラの、アクト2傭兵で、戦ってましたね。まあ、ここら辺はもしかしたら凍らした方が楽っていう方は凍らすですね、方がいいかもしれないので、選択の幅はあるかなと思います。まあ、結構ね、とにかくやっててきつかったのは、耐性がないのと、あとね、やっぱり、このハンマーの軌道が非常にね、特殊な軌道というか、で出てくるのと、あと壁なんかに当たっちゃうとね、ハンマー消えちゃうんですよね。だから、ここら辺の軌道が非常に難しくて、狭いところ、虫の穴とか、あと、まあ、狭いダンジョンの中とかだと、結構ね、ハンマー当てるの難しかったりするんですけど、まあ、場合によってはちょっとこう、後ろ向きで出した方が、自分のこう、腰あたりから出てくるんで、いいかなっていうところはありますね。まあ、かなり、序盤大変だったんですけど、まずね、この、聖なる、盾、今これ、聖なる盾発動してるんですけど、これをやるとね、まあ、防御力が爆上がりするのと、あと、まあ、ブロック率上がるんで、この聖なる盾のスキルと、あと、もし耐性がきついんだったら、さっきのね、耐性の方のオーラも取っとくと、まあ、火力は落ちちゃうんですけど、こう、いやらしい敵がたくさんいるなっていうところなんかだと、戦いやすくなるかなと思います。まあ、結構ね、兄貴が死にやすい、ビルドではあるんで、まあ、私は結構こう、エニグマでテレポートを発動させちゃってるんですけど、まあ、そうじゃない場合でも、まあ、なるべく兄貴がね、死なないように、まあ、もう死んじゃってますけど、に、やっていくっていうのが結構大事になってくるかなと思います。なんで、あんまりその、サクサクどんどん攻略っていうよりは、道中がとにかくきつくて、まあ、雷系のね、敵が出ちゃうところとかは結構きついんですけど、まあ、場合によってはね、マップリセットっていうか、一回ね、セーブして終了させて、そこの、近くのウェイポイントから、やり直すっていう方法を使えば、まあ、比較的、やっていけるかなと思うんですけど、とにかくね、終盤、第4章、第5章あたりはかなりきつかったので、この、ホーリーシールド盾と、あとこの、耐性の方のオーラですね。これを使って、まあ、後半はどっちかっていうと火力を少し落としてでも、戦うっていう形にしたんですけど、まあ、装備品でね、ある程度こう、考えられる人は、耐性をなるべく、装備品で75まで持っていければ、他、ずっとね、祝福の土のダメージをね、アップした状態で戦えるんで、いいんじゃないかなと思います。結構ハンマーでね、序盤のところの育て方とかなかなか難しかったんですけど、私はね、この、攻撃オーラの中の、聖なる炎にまず振っちゃって、後でリスペック、
ステータスを振り直すことで、なんとか乗り切りましたので、まあ幸い、これがね、参考になればいいかなと思います。あとそうですね、防御系オーラのね、こっちの、救済はね、結構、耐性がね、装備で漏れなかったっていう人には役に立つかもしれないので、ハンマーディンでちょっと、火力は出るんだけど、なかなかやられやすいっていう人は、この救済も使ってみてほしいなと思います。あとね、使えるスキルとしてはこちらの、解放っていうね、敵の死体から、マナが吸収できるってやつなんですけど、これもね、結構良くて、まあ、特にね、敵を蘇らしてくる系の、敵なんかは結構きついので、まあそういう敵にぶつけていくと、まあマナ回復を目的にしなくても死体の処理ができるんで復活されなくなるっていうの意味でもいいかなと思います。で、ちなみにね、こちらのハンマーの方なんですけど、一応ね、魔法ダメージっていうことになってるんで、まあ物理ダメージ系の、ものは何も乗らないよっていうことをまずお伝えしておきたいのと、あと、ところどころでですね、魔法無効っていう敵が出てくるんですね。なので、魔法無効の敵に対しては、こちらのね、聖なる一撃っていう技を、使うといいかなと思います。これね、アンテッドにしかダメージが与えられないんですけど、私がやった限りでは、魔法無効の敵って、まあ、アンテッドの、アクト2あたりから出てくる、スケルトンを蘇らしてくるね、召喚師みたいなやつしかいないので、あいつが出てきたらとりあえずこの聖なる一撃で倒すっていう感じで進めるといいかなと思います。バール戦でもね、必ず、二組目あたりにこの、敵を蘇らしてくる、来て、魔法無効の敵出てくるので、そいつに対してはこの聖なる一撃で戦うといいかな。魔法の無効っていうのは基本的に紫の色の、耐性がついてるやつなんですけど、そいつなんかはこの聖なる一撃を使って倒してましたね。まあ、ここにね、ポイントどれだけ振るかっていうのはちょっと微妙なところなんですけど、まあ、ブーストがね、10ぐらい漏れるんだったら、まあ、聖なる一撃で、に1ポイントだけ振ってあるもので戦えばいいかなと思います。なんでね、結構、大変なんですけど、ハンマーディンで十分、減る自体はクリアできるので、まあ、あとはね、本体のその耐性を上げて、ちょっと周回用の、キャラクターとして育てていこうかなと思ってますんで、またね、他の動画で、ご紹介できればいいかなと思ってます。どうもね、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。